どうもこんにちは、OGT です。今回はね、今日発売された、スターターデッキをめちゃくちゃ買ってきました。こちらになります。ででんと24個ですね。はい、で24個、買ってきたんで、まあさすがにね、こんだけ買ったら、秘蔵レア何かしら当たると思います。何かしら当たると思うんで、とにかく秘蔵レアが出ることを願って今回は開けていきたいと思います。まあ中身のデッキの紹介はちょっと後々別の動画でしようかなと思ってるんで、今回は秘蔵レアを狙う動画になります。パックで言ったら24パック開けるみたいなもんなんでね、まあ同じぐらい尺使うと思うんで、そんな感じでお願いします。じゃあまずね、もう開封、とにかく開封ですね。開封していきます。ちょっと一人で開けるのが大変なんで、友達に開けるの手伝ってもらってます。中身ね、開けたらこんな感じでデッキのシートが上にあって、で取るとこんな感じで裏に入ってるんで、この裏向きのままで並べていってめくっていきたいと思います。で結構開封だけでね、時間かかってますね。10分ぐらいかかりそうです。今開封したらなんかフィールドが曲がってるのがあって、もしかしたらなんか見られてんのかな、ちょっとチラッと見てしまったのかなっていう感じだったんで、これちょっと怪しいですね。これこのまま取っておきたいと思います。ちょっとまたなんかこの上の方が曲がってるやつね。これはあれなんですかね、工場で、厚紙折りたたんだ時に曲がったってわけですかね。なんか不安なんで、こういう曲がってるやつだけちょっと分けていきたいと思います。はい、ということでやっと全部開封し終えました。でね、これがメインなんで、まあまずこれはこのまま動かさないようにしてね、ゆっくり1枚ずつめくっていくんですけど、まずね、この曲がってたやつだね、なんかサーチみたいなことされてるのかなみたいなのが2個あったんで、この曲がってるやつが、これはただ製造のラインで失敗して曲がっちゃっただけなのかどうかっていうのも確かめていきたいと思います。あとはこれだね、今回のスペシャルくじの1000円ごとに購入ごとに1個もらえますよっていうやつがこちらですね。もう買いすぎちゃってこんなあるからね、マジで。ちょっとこのまま保管したいと思います。じゃあ、やっていきます。サーチされてんのかっていうやつが当たりなのか風のか、これで当たっちゃったらちょっとびっくりなんだけど、まずまあこれから見ていきたいと思います。このめっちゃ曲がってるやつが怪しいんで、これは2回目で先にこっち行きますね。あー、すげー緊張する。あー、来てくれ。まあですよね。まあ遠くんですよね、普通に考えて。これは、ゼアルか。の主人公、ユーマだっけ、あんま覚えてないですね。はい。これ、サーチされてる可能性ありますね。そしたらこれも、もし遠くんだったらサーチかもしれない。いきますよ。はい。武藤遊戯。闇遊戯ですね。はい。ということで、やっぱりこれサーチ実はしてるんじゃねえかっていう。もあるんで、皆さんももしそういうのあったらちょっと報告していただけると嬉しいです。2個開けたんで22個ですね、残り。まあ、トランプみたいにじゃあこの感じでめくっていきたいと思います。いや、でもなんかな、ここの手前で見せた方がやっぱいいかな。いきます。せーの、トン。はい、トークンですね。はい。闇遊戯が2枚になりましたね。じゃあ次いきます、これ。来い！おー、違う、トークンですね。これは、誰だっけ？もうダメだ。ユーマとユーセイしかわかんない。はい。次これいきます。いや、やべえ。マジで当たんないよね。やっぱそんなすぐは。カモン。あ、ユーセイですね。ありがとう。とりあえずトークン全種類出るかもしれないですね。いきます。頼む。来てくれ！来てくれ！おー、ユーセイ。びっくりしたよ。なんか色が違うからびっくりしちゃう。で、次、これですね。あー、やばい。ほんとお願い。ほんとお願い。あー、ユーマです。はい、次。やばいやばい、花粉症もやばいけど、この心臓が本当にね、ビグビグしてる。24個も買っちゃったから、お願い、来てー。10代はい、まあ10代は嬉しい。俺10代大好きだから、マジで。はい、じゃあ次いきます。10代10代ですね。ちょっと待って、これいきます。せーの、カモン。ユーマです。やべ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 。いや、全然やっぱ当たるわけないよね。だって、噴入率ってどのぐらいの確率か知らないけど。で、やっぱそんな当たんないよね。頼む。24個中、これ、来て！ 10 代です！嬉しいけど、嬉しいけど、本命ではない。13個ですね、あと。いきます。来い！ 10 代。やばい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 。やばい、もうどんどんなんか、どんどん悲しい気持ちになってくる、当たんなくて。エビバディカモン！ユーマでーす。はい、やばい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 。これほんと宝くじだね、マジで。いきます。あー、ユーマ。ユーマじゃん、ユーセイ。ユーセイね。なんかユーセイだけ一瞬いいカードに見えちゃうっていう。後ろの色がね、赤っぽくてかっこいいですね。はい、じゃあ次いきます。24個中、頼む。
おお、プレイメーカーですね、これ。優作？あ、オッケーオッケー、優作ね。オッケー。じゃあ次行きます。頼む、頼む、頼む。カモン！ユーマですね。やべえ、ちょっと待って、もう8個しかない。やば！ 8 個しかねえよ。8個だよ。頼む。8枚のうち1個来て、カモン！よー。優作ね。はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ次、7枚。よー、10台。やばい、これ絶対当たんない。絶対当たんないよ、これ。24個でも当てれないか。お願い、来てー！武藤遊戯でーす。やばい、あと5枚。5枚です。やばい。うわー、マジでやばい。お願い、当たってー、お願いー！ゆうま。ゆうまじゃない、ゆうせい。ま、ちょっと、ちょっと待って。あー、やばいやばいやばい、あと4個。うわー、ほんと心臓に悪いわ、これ。遊戯。あと3個ですか。じゃあ、こっちから行こうかな。やばいな。マジで絶対当たんない気がする。やばい。あ、優勢。うわ、これやっぱ当たんないんだよ、ちょっと。うわ、絶対当たんないよ。当たんない。いや、やばい。もうやばい。あ、ひどいひどい。ちょっと待って。これお願い、お願い、お願い。来てー！カモン！うわ、マジか。やっぱね、開封して全部で、ちょっと待って。ちょっと待って。やっぱ。24個じゃ当たんねえか。うわー、ショックでげー。はい、ということで、開封したら全部こんな感じになりますね。あのね、オルタナティブドラゴンのくじ引くときも緊張するんだけど、なんかね、これ一回当たっちゃったらずっと結構当たるんだよね。俺の中で6枚全部で持ってるから、マジで。けど、これは24個買っても、やっぱ当たんないもんですね、ほんと。で、なぜか一番多いのがね、優勢と10代か。優勢が一番多いね。プレイメーカーだけ、優作が少なめだね。あと、ユーマが。っていう感じになりましたんで、ちょっと24個上げても当たんないっていうことが分かりました。やっぱこれは本当運ですね。もしかしたらまた、売ってたら買ってくるかもしれないんで、その時は公開します。今回はこういう動画になりました。ありがとうございます。